さあ、それでは2つ目のゲストパフォーマンスをここでお送りしたいと思います。これがとても興味深いんですけども、現代音楽の最先端をいくコンピューターシンセサイザーミュージックと、そして音楽の中では、最も原始的な形態というか、打楽器のこのドッキングをお送りしようと思います。はい、それでは皆さん、コンピューター音楽の表示の方にご注目いただきたいと思います。画面の中の一番左のアルファベットは音程を表します。 ABC やそしてシャープの記号ご覧になれますでしょうか。そしてその次の数字が音の強弱と長さです。その次の右手に見えるグラフのようなもの、これはコンピューターのための楽譜です。演奏が始まりますと、コンピューターが譜面をなぞっていく様子がご覧になれます。この画期的なパフォーマンスに参加してくださるお二方を紹介したいと思いますが、まず打楽器の数に驚いてしまうんですけども、日本を代表するクラシカルパーカッショニストであります、ジュネーブの、国際コンクールではグランプリを受賞なさいました吉原すみれさん。そしてコンピューターシンセサイザーの作曲家の天野正道さんです。キーボードの数がすごいんですけども、お楽しみいただきましょう。はい、それではどちらも生演奏の妙味です。どうぞ。 Ladies and gentlemen, Miss Sumire Yoshiwara and Mr. Masamichi Amano。
吉原すみれさん、天野正道さんです。いかがでしたでしょうか。やっぱりあれですね、見ておりますとどちらかというと吉原さんが汗かいて、男が天野さんが楽してる、まあ神湯の亭主みたいな、ね、それは理想の形をご覧いただきましたけども、いやもう天野さんはね、ここに至るまでが大変なご苦労だということがよくわかりました。はい、さてお待たせいたしました、東京音楽祭アーティスト選奨ディスコミュージック部門です。